バッグ持ってきてるよ。ヘッドスピード上げる機械3つもあるの？なんか色で重さが違うんです。手作り？いや違います、違います。フィルムケーソンとかも使ってます。へえ、お父さんの手作りかと違う。今もう日本で売ってんのかな。最初はアメリカでしか売ってない。早くない？お母さん出てストレスだったんじゃないかな。だから痩せて帰ってきたの。うん、何にもない。ストレス。ストレス、ノンストレス。はい。あ、大丈夫。全然ストレス。多分ね、うん、日本にいる時よりお菓子食べてないから。それで？多分それで痩せたのかもしれない。日本にいると、ついお菓子ばっかり食べちゃうから美味しいじゃないですか。食べちゃう。だんだん重くしてるの？はい。でもミキューソンは逆に振ってました。赤、青、緑。私は軽い方から振って。一番新しいやつ。なんかすごいスポーティー。反対素振りもやる。これ振ると結構疲れる。最初は 58? はい。でいつもは左手やって右手やってから両手。でもいつもこういうゴルフで球数少ない時はそっか普通に打っちゃう。出ました、森ループ。なんかとか私と全然振り方が違うんだけど、使い方間違ってるかも私。あれですか？全然違うぞ。あ、そういう感じね。あ、生で見ると。なんか最初はなんかちっちゃく振ってで最後はフルでポンっていく感じで振ってます。ちょちょなんか最初からなんかちょっとゆらゆらしてすごいスチール入れてるけど、そう V90S。 はぁ、あ、めちゃうまだね。
50度。それを意識してやってます。すごいね、高いボールが。いやいや、わかんないけど。わお。なんか倍ぐらい高いんだけど。うまいねしか言えない。でもなんかこの間 YouTube で見たんですけど、うん、ゴルフの、うん、塩田さんと対決してるやつ。みんなちゃん？みんなうまいですよね、出てくる人たち。みんなうまい。塩田さん同じ神奈川だったから、ここは覚えてるかわかんないですけど、結構一緒。ラウンドはしてないけど一緒に、どこだっけ？大洗じゃなくて。茨城の、なんだっけ、名前で忘れした忘れちゃった。いや、なんかね、みんな上手いんだけど、また違う吉塚ちゃんのなんかもう、アメリカで戦ってるかなんだっけ、ゴルフ場。いや、結構一緒に行ったりとかしました。多分いたと思う。あ、さあ、みんなが待ってるドライバー。いやいや、大したドライバーじゃないです。練習場から結構降るのやっぱり、うん、でもあんまりいつも最近は夏ぐらいから全部8割ぐらいで降ってます。降っちゃった。この間森さんとこいつ行ったとこだっけ、ね、スタンレーの前に会った時です。会った時に行った時に、うんうんうん、なんかドライバーの方向性フェアウェイキープを上げたいって話をしてて、うん、そこからフェードとドローの練習をするようにして、で、お、フェード打った。なんか毎試合、毎試合じゃない、スタンレーの時は毎ホール打ち分けるようにしてました。ほぼまっすぐは打たなかった。でもまだ身についてないから、もっと練習する。やっぱり今まではドローでしか攻めてなかったってこと？いや、ほぼストレートでしたね。それでなんかホールによったらやっぱり左は絶対ダメとか右は絶対ダメとかあるじゃないですか、うん、だから、うん、なんか
結構それをできるようになってからは、うん、あのね、なんか怖さがなくなったというか。まあでもこの間アメリカで息入れたけど。もうたまにすっごいひどい焦りを出る。ちょっと左行っちゃった。